どうもベタです。パーサーがやっていきたいと思います。はい、本日はセイライカー学院やっていきたいと思います。そしてだいぶ喉が良くなりました。すいません、ご迷惑かけました。で、今日のイベントデッキなんですけども、まだまだ思想ということで、今日は久保くん、神谷くんのコンボ、発動させていきたいと思います。ハロウィン気取り、久保、ミネ、神谷で、日本代表、壁で、アフロでいきたいと思います。さあ、このオフェンス固めはどうなるでしょうか。今日は、セントラルミッドフィルターでいっています。そしてアイテムはパードリと招き猫持ち込んでおります。ではやっていきましょう。とりあえず気取りちゃんいてね、いるね。練習後イベント来てください。お願いします。ナイスです。いいよいいよ、その調子で練習に来てください。そしてちゃちゃっと告白お願いします。はい、久保くんいいね、いいよいいよ。で、キドリちゃん練習後イベントおいで。ナイスー、いいよ、その調子その調子。神谷くん頑張ってください、お願いします。神谷と久保のコンボはね、結構強いんですよ。やっぱりドリブルを確定でもらえるのはありがたい。そしてここは監督の評価上げておこうか。練習後イベント来い。ナイスー、いいよ、どんどん上げていきましょう。ミネくん、ね、ミネくんじゃない、ヘキくん、いいね。で、まあこれは休もうか、休みまーす。はい、いい方神だ。はい、いいですね。で、ギブスの効果は効かずに、まずはオフェンスいきます。まあオフェンスしかないからね。オフェンス、あー、キドリちゃん行きたい、キドリちゃん行きたいけど、これはフルフィットさせたいな。フルフィットさせましょうか、させましょう。とりあえずフルヒットはどん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 させていきたいので、それでいいと思います。はい。ギブスが壊れた。いいよ。で、これはもう少し続けてもしょうがないんだよな。どっちでも同じなんだよな。はい。ヘキ君の評価が上がる。ブレ玉と爆発する玉。北野のシュートを録画。これでいいですね。はい。ギブスをつけていくのですが、ない。まあ、敏捷もらっとこう。敏捷もらっときます。そして、キドリちゃん、いる？いるね。練習後イベントかも。ナイスー、いいよ。どうしよっか。監督に聞きに行こう。監督の評価上げたいからね。はい、いいでしょう。これは久保に任せるでいいかな。コーチングは別にいらないんで、いいです。そして、これに変えたい。これに変えたい。さあ、どうする。さあ、どうしよう。変えようかな。でも、敏捷20は大きいんだよな。敏捷20は結構大きいので、迷うねー。迷うねー、迷うねー。変えちゃおう。いや。ナイス。いいよ。そしてフルフィットさせていきます。で、まあ、一人じゃフルフィットしないから、まあ、オフェンス行きましょうか。そして、できるだけ早めに監督の評価上げときたいですね。パワーシュート取っちゃいたいんで、お願いします。はい、ストレイカー来ましたね。先に上がる。体力もらいます。で、キドリちゃん、ここが来ましたね。ナイスです。早めに来る、キドリちゃんは、いい子です。はい、自分から言います。モテモテはいりません。ギブス。渋いな、もう、これ、フルフィットさせよう。で、一人なので、おここに集まってる。ミネ君。いや、監督の評価上げたいな。監督の評価上げたい。どうする？まあ、いっか。ミネ来てるし、これはさすがに行きましょう。行ってあげよう。はい、いいですね。しかも、敏捷もちょっと上がるからね。フェアプレーはいらない。で、頑張れよ。体力回復しときます。おこれは、ドリブルゴツもらえるんですよね。で、どうしよう。体力結構持ってかれましたよね。ドリブルゴツ素直にもらっていい？確か、上が少ないんですよね。どうすかな。コツ1もらうが、体力27ぐらい取られるけど、まあ、下行こうか。ドリブルゴツ。いいですね。この経験点が結構美味しいんですよ。はい。そして、まあこれは、北野くん行こうかな。北野くんでいい？北野くんでいいかな。まあでもこれはちょっとメンタル行きたいところだな。まあ、ヘキくんでもいいんですけども。まあ。いやー、ここでもいいな。正直、これでもいいかな。これ行こっか。敏捷もらっときます。やっぱり敏捷大事なんで、敏捷もらっときましょう。ちょっとね、敏捷がやっぱり稼げないんですよね、この
敵だと。なので、一人か、一人なら行きません。で、監督がいない。まあ、ここ行くんですけども、とりあえず、技術を吐かないといけない。オフェンスで吐いときます。オフェンスで吐けない。まあ、でも、パワーで吐いとこうか。あ、吐けない。吐けないか。あ、そう。吐けないか。厳しいな。ああ、微妙だ。吐けない。微妙に吐けないぞ。こうか。あれ。微妙だな。あれ、吐けなくなっちゃった。これでいっか。これでいきます。では、技術を捨てていきます。ミネ君、何くれる？フェアプレイだけはくれるなよ。シュートレンジあたりが欲しいかな。うん。フリーキック、まあいいでしょう。いいでしょう。そしてギブス。これ結構ありがたいんだよな。でも、オフェンスの方がいいか。すぐフルフィットするからね。で、監督行きたいから、これはこれ行こっか。うん。最大値上げよう。いいよ。で、ディフェンス行きまーす。監督、練習後イベント、ナイス！評価上がっていくよ。そして、久保くん。いいね。いいよ。そして、あー、ここ行ってもいいな。神谷の評価も上げたいからね。あー、欲しいぞ。どうする？でも最大値は欲しいよな。メンタル行きまーす。はい。いいですね。ひどりちゃん、ラッパーとかくんないかな？くんなかった。残念。ミーハーカミヤ。ミーハーカミヤなんですけども、これは敏将もらっておきたいね。敏将もらっておきましょう。はい。いいですね。では、このまま進んでいきましょう。1037。まあ、ぼちぼち稼げてるのではないでしょうか？はい。で、おう。パワーのコツか。いいね。行きましょうか。パワーのコツ。そして、これはちょっと気取りちゃん行きたいかな。気取りちゃん行ってきまーす。回復しときたいね。これは筋力。他の、まあサクセスな筋力なんですけども、ここは、精神です。はい。体力回復と精神もらっておきましょう。はい。で、これなんですけども、どうしよっか。インナーマッスルにする？まあ、一回インナーマッスルにしときます。あ、怪我しにくさもらっておきます。はい。で、これどうしよう。放置するにしよう。監督の評価上がったっけ？あ、上がんなかったか。残念。お、いいね。ここ行きましょうか。そうだよね。スペシャルタック。これ行こう。久保くんいたらね、もっと良かったんですけども、ここ行きます。はい。キドリちゃんで少しは抑えられてるはず。はい、いいですね。さよちゃん。さよちゃん、これ12%も上がるって嬉しいよね。いいよね。すごい。ここ行こっかな。ワンチャンないか。一回これ回復しましょうか。さよちゃんでね。いい感じに回復して、パーセントも上げときます。そして、次タック来たら多分上がるようにはなってるのかな。はい、タック来てください。お願いします。で、来てないよね、いいの。いいの来てない。そしてタック来てるね。で、お！いいね！ 3 タック。いいでしょう。強いよ。はい。パワー。で、これパワー、プラゴは、10% だっけ？ 10% はいいね。パワーのコツ。そして、まあ、これは日和くんなんですけども、監督の評価を上げたい。これはいらないけど、まあ、これぐらいしかないもんな。監督の評価上げたいな。スピード行こっか。スピード行くのですが、どうしよう。これ行こっか。これ行きましょう。スピード行きまーす。監督の評価上げときまーす。で、パワー上げとこっか。パワーね。
プラ5で掴ん、あまあ、レベル5で掴んでるんで、まあまあまあ、美味しいはず。はい。いいでしょう。そして、オフェンス位置上げときたい。はい。そして、スピード行きましょう。で、練習後イベント来てください。お願いします。ナイスです。両当たり上手、欲しいところだな。これは、やっぱり。で、監督いないか。監督いないんで、これメンタル踏んでもいいんだよな。でも、これはキドリちゃん行ってきます。え？これ何？アフロか。どうしよっか。これもったいないけど外す？まあいいや。とりあえず、キドリちゃん行きます。はい。では、回復です。精神ゲットでーす。はい、いいでしょう。そして、神谷くん。神谷に対抗する。で、いいんですね。はい、いいでしょう。オフェンス上げとかないといけないのかな。で、タック。監督いるからそこ行きたいけど、これは、メンタルだな。ミネくんの、ヘキくんの評価上げたいしね。千丸はまあ、つかないとして、うん。監督、行きたいな。まあ、ここ行きましょう。メンタル行きます。で、アタックはギブス、しっかりとつけていきましょう。で、どっか20丸でもらいましたね。まあ、別にいらないけど。はい。ファイトウィング。で、どうしよっか。ファーストゴール。ワンタッチ。ワンタッチは別にスペシャルタック。スペシャルタック行こっか。スペシャルタック行きましょうか。スペシャルタック行きましょう。いや、ワンタッチ行く？技術超か。どうしよう。まあ、ここ行こっか。スペシャルタック行きます。はい。で、ムードいらないよ。ムードはいらない。さあ、何くれる？ムードいらないって言ったじゃん。残念です。よく聞きになりたい。いいでしょう。で、そろそろオフェンス上げとかないといけない。で、監督の評価少し上がった。いや、これ行きたいな。行きたいな。行きたいけどダメだな。行きたいな。でも、2タックにさすがにね、もったいないんですよね。もったいない。回復はまだもったいない。最後の方にしたいんで、もったいないとして、オフェンス上げとこう、とりあえず。とりあえずオフェンス上げときます。はい。では、デートしときましょうか。キドリちゃん。ちゃんと来てね。ちゃんと来てって言ったじゃん。喫茶店行きましょう。やる気が下がる。そして、ワンタックか。これ外そうかな。外そう。うん、これ行きます。はい。では、北野くん行きましょう。で、でかいタック来てくんないかな。先に上がる。そして、久保くん。皆を説得する。はい、いいですね。どんどんイベント進んでください。そして、一人か。一人なら、これは、もう一回デートしよっかな。デートしましょう。はい。来てね。ナイス。そして、オフェンスタックでかいの来てくんないかな。お願いします。5人。お願いします。これ、なんだ？これ2個しかないじゃん。選択肢が2個しかない。そういう場合もあるんですか？あれ、1個、あれ3個じゃなかったっけ？北野くん、3個だった気がするんですけど。あー、そういうことか。あれ違う。そういうことか。これ、なんだっけ、ググッズバって言ってたやつ？あれ？どうだっけ？違う。ググッズバでしたっけ？なんか、もう一個のやつは、フォワードでしか取れないらしくて。うん、サッカー、ソウルやったっけ？そんな感じのやつはフォワードしか取れないらしいですね。なのでまあこれは上行こっか。上行きます。普通にシュートの方が欲しいです。で2人、まあこれは乾燥させましょう。うん、いいですね。ではこれ行きましょう。ムードだけ取っとこうかな。さすがにムード取っておきます。ムード取っておきます。そしてワンチャン金属ください。お願いします。くれないかな。金属欲しいな。金属お願いしまーす。で、北野くん。フィジカルくんない？フィジカル。さあ、来い。あー、くれなかった。爆発力、残念です。では、これは先に上がります。はい、いいですね。思いを背負って。さあ。ヒキくん、頑張って。
そして経験点は3329。まあまあまあ出てんじゃないのかな、わかんない。そんなに回数やってないからわかんないけど、結構出てるのかな。はい。で、これはこれ決定力のコツでいっかな。うん。決定力のコツいきましょうか。まあ最悪外すだけなんで。で、監督の評価を本当に上げないといけない。監督が全然来てくれない。やばいぞ。これはもうフィジカル行こっか。フィジカル行きます。はい。フルフィットさせていきます。一人タックなんていらないです。はい、壁軍。決定力を上げよう。成功して。ナイス。いいよ。で、これは、甘口にしとこ。ピッカラはいいです。はい。で、監督いる？監督いるね。監督の評価上げとこっか。さすがにもう監督、上げたいからね。ワンタッチのコツでいい。いいよね。ワンタッチのコツいきます。まあ、最悪次外せばいいだけなんで。やば。これいきます。テクニック。で、監督練習後イベント来てください。お願いします。ありがとうございます。そして、監督の評価がまだ足りてない。上げたいぞ。監督の評価を上げたいぞ。でもこれはダメだな。で、ギブスか。シュートレンジ欲しいけどな。まあでもこれワンタッチ取りましょうか。とりあえずね。とりあえず取っちゃいます。はい。ここでいいね。はい。いいでしょう。さあさあさあ。どんどんフルフィットしていきましょう。そして、これは左右で違う。いいですね。はい。キドリちゃん。回復ください、精神。ナイス。本当はね、これ、敏捷もらった方がいいと思うんですよ。いいと思うんですけども、ちょっときついんでやめてまーす。二人か。監督行きたい。監督行こう。これは監督行こう、さすがに。さすがに監督行きたい。もうちょっと監督行かないと厳しい気がするんでね。行きます。いやー、これも捨てがたい。捨てがたいけど、ちょっと監督行きます。練習後イベント来い。ナイス。スペシャルタック。スペシャルなんたら。うん。そして、これはさすがにタックに行きたいな。タック。監督いなかった。残念です。監督いないよね。では、これ行きまーす。はい、北野くん。どんどん活躍してください。お願いします。オフェンスとパワー上げときたいね。そろそろね。決定力。あ、やべえ。来ちゃったよ。失敗しちゃったー。残念。やっぱりこれ成功率そんなに高くないのかな？で、いいやつ。プロかー。監督の評価上げたいな。監督いねえんだよな。とりあえずパワーはいいや。もう北野くん行っちゃったからね。オフェンス上げときます。そしてパワー上げとこう。まあパワー上げないといけないのか。まあいいでしょう。そしてプロ行こっか。これプロ行こっか。で、一人なんでメンタルいきます。はいはい。思いを背負っていいですね。野生の嗅覚で、金徳来てくれないと困るんだよな。金徳のギブスが来てくれないと困るんだよな。あれだけは運だからな。そして監督いない。監督本当にいない。やばいな。まあ、監督これいこっか。これに変えとこう。監督の評価上げたいんで、変えときます。まあ、キドリちゃん。いいや。はい、スペシャルギブス。いいですね。で、監督来てくれない？監督。監督がいた。これ行きましょう。行くとして、監督行きましょう。とりあえず監督行きまーす。はい。練習後イベント来てください。お願いします。で、これはミネと話してみる。監督いつ、ピンクにしないといけないのかな？きついんだけど。監督行ったらこれもらえるかな？とりあえず、ウィングストライカーはいらない。これはいらないね。決定力のコツもいらないんだけどな。これもらおっか。どうしよう。決定力のコツもういらないんだよな。正直いらないんだよな。まあでも、技術とかもらうために決定力いってきまーす。はい。監督、ください。はい、いいですね。ギブス。そしてそろそろ金徳のギブスが来てほしい。金徳のギブス、来ない。
まあこれは変えましょう。さすがに変えます。そして2人か、行きたいな、行こっか、そろそろ行こっか。はい、監督、オフェンスがね、ここで強いのが来てほしいんでね。はい、お願いします。こいこい。で、回復、ナイス。一人か、一人ならこっちでいいな。監督行こう。一人なら監督行きます。はい、ひねくん、シュート力ナイス、いいよ、助かるよ。そしてメンタル行こっか。メンタル行く。いや、これ来ちゃったか。いや、さすがにこれに変えないといけないですよね。これがなかなか来ないんですよ。監督のやつは来る確率があるんで、これに変えときます。さすがに変えます。で、まあ、キドリちゃん練習後イベント来てくれることを信じてここ行きましょう。さあ来い。ロングスローはいらない。あー、キドリちゃんが来てくれない。残念です。まあいいや。まあいいや、いいや。さあさあさあ、キドリちゃんお願いします。で、5331。ちょっと少ないかな。ちょっとペースが落ちましたね。まあいいでしょう。キドリちゃん。これは、トリック行こう。はい、いいですね。監督ギブスは今はいけません。今はいけない。とりあえず、キドリちゃん行きまーす。あ、これも、いいや。キドリちゃんかな。キドリちゃん行こう。とりあえず、キドリちゃん行こうかな。はい、キドリちゃん行きましょう。練習後イベント来てください。フルフィットを上げたい。ナイスー。いいよ。12%大きい。はい、これで試合やっていきましょう。しっかり前半後半やっていきます。そして、スピードはさすがに上げときましょうか。テクニックも上げときます。テクニックはね、さすがにミッドフィルダーなんで、多少上げときます。多少じゃない、かなり上げときます。はい、これでいきまーす。いきましょう。はい、終わりました。さあさあさあ、これから踏んでいきましょう。まあ、とりあえず、普通に勝ちましたね。まあ、今回は試合経験点が多いんで、ここからがボーナスだいぶ乗ります。さあ、そして、キドリちゃん、金徳行っちゃおっか。いや、もう一回ぐらい練習してから行く？もう一回練習してから行くのもありだけど。どうしよう。もう一回練習しよう。練習してから行きます。ヘキ君、ワンタッチはもういらない。ワンタッチ、回復あたりが欲しいかな。ヘキ君、何くれる？ワンタッチ、いらないって言ったじゃん。まあこれはどうしよう。乾燥させてから行ってもいいんだけど。まあいい、キドリちゃん行きます。はい。で、フィジモンもらいましょう。成功してね、お願いします。はい、ナイスー、いいよ。そしてフルフィットも直前なんで次出てきますね。はい、いいでしょう。で、ここでフルフィットさせようか。うん、ロングスローを取らないといけないね。ロングスロー、ロングスロー、オッケー、行きましょう。ロングスロー。で、闘争心も取っちゃおう。取っちゃって、シュート力も取っちゃおう。うん、フィジカルが欲しいんですよね。フィジカルコツ。あと何がある？怪我しにくさのコツ。怪我コツだけはやめてほしいな。怪我コツだけはマジでやめてほしい。あとでまだコツもらえるんで、これは抑えないです。さあ、何くれる？フィジカル。フィジカルください。そして、監督のギブス、次来てほしいな。お願いします。怪我しにくさのコツ！残念！ヘアマスター。まあいいんですよね、ヘアマスターで。さあ行け！ナイス！いいよ。そして監督のギブス来てくれない？まあこれは大回復したいか。大回復しておきましょう。監督。来ない。残念です。残念です。それは残念です。で、神谷くん行くとして、まあ、ここ行こっか。ポストプレイヤー。いらないんだけどね、ポストプレイヤーは。はい、監督。フリーキックはいらない。監督。来た。いいね。これ行きましょう。最後までには、完走させます。そして一人か、一人か。まあでも行こっか。これは美味しいからね。行きましょう。で、最後までには行ってください。お願いします。
そしてもう少し続けようか。はい、いいですね。ルフィとか上がる。そしてでかいタックが来てほしい。成功するでしょう、さすがに。ナイス。いいよ、突破力。お、2タックか。これはさすがにちょっと使おうかな。はい、使いました。そして思った、突破力のコツ取れねえや。ミスターハロウィン気取りでもらっときゃよかったな。やらかしたな。ハロキドでもらっときゃよかった。突破力のコツ。渋いね、渋いね。突破力のコツがもらえないか。まあ、とりあえず行こうか。とりあえず行くのですが、これは便所もらっときます。はい。でかいタック来てくれたら、突破力のコツなしでもいける。まだ足らねえな。まだ足らねえよ。まだ足らねえ。さあ、まあ、とりあえずこれ行きましょう。はい。で、これはもう普通にしっかり前半後半行って、パワーはもう100にしときます。で、怪我骨取っちゃおうか。空中戦も欲しいんだけどね、取れないね。で、金徳が今、1、2、3、4、5、6。まあ、こんなもんでしょう。あと、北野くんが失敗と、次のパワーシューターで、8個ですもんね。いいでしょう。さあ、行きましょう。はい。はい、終わりましたね。さあさあさあ、こっからしっかりいきましょう。で、まあ監督のギブスはしっかりと取れるんですけども、もう一個ぐらいギブスいきたいんだけどな。まあこれで突破力のコツもらえればありがたいんだけど、ドリブラー潰そっか、さすがにな。ドリブラーぐらいは潰しておこう。さすがに欲しいんで、ワンチャンください。お願いします。さあ来い、突破力のコツ。さあ来い。さあ来るんだ、突破力のコツ。お願いします。来い。残念。残念です。で、これがですね、これがまあ、失敗したくないから、精神しよう。はい、いいですね。ワンタックか、お、久保くん行こっか。で、ギブス最後行きたいんですけども、まあ、かかなりシュートドライもらっておいた方がいい？スペシャルタック最後にでかいの来ると信じる？どうしよう。どっちでもいいんだよな。まあこっち行こっか。うん、これ行きます。最後タックにかけます。で、これは、お願いします。久保くん突破力のコツください。お願いします。来い！キャプテンシーカーいらねえ。2人か。まあそうですね、2人踏みましょう。で、まあこれで終わりですかね。はい、行きましょう。で、ギブス今回でどれぐらい取った？ああ、最後にこれ来たか。これ来たか。どうしよう。回復しよっか。いや、どうしよう、これ迷うぞ。てか、これイベント全部終わってる？怪しい気がする。怪しい。さあ、どうする？これ、まあ、とりあえず、技術もらっとく方がいいよな。技術多分足らなく、いや、でも技術これ溢れちゃうな。溢れちゃう。いや、必死にしよう。体力回復。はい。で、15個なら30なんですね。この前18とかで50だったんで、ちょっと足らなかったのかな。はい。まあ今の技術言ってた溢れてましたね。なのでまあ今のは間違ってないとして、テクニックは S にしておきましょう。ね。で、まあ取らないといけないものを取っていって、ちょっとやっぱ技術が足らないね。技術が足らない。ワンタッチ。そして、取りたいんだけどなぁ。まあ足り、どうだろう。まあ、とりあえず。神谷くん。突破力誰も持ってない。神谷くんも持ってないよね。まあ、とりあえず、神谷くん行こっか。はい、行きまーす。司令塔。まあ、いいですね。まあ、これはオフェンス練習でいいでしょう。はい、行きます。
そして最後でかいタック来てください。お願いします。でスピード振っときます。スピード C でいいや、 C でいい。でディフェンスはもう21のままでいいかな。アシストだけ来てるか、アシスト取って、まあなんとか技術されてください。お願いします。いきましょう。はい、終わりました。さあ最後でかいタックお願いします。さあ来い。さあ来るんだでかいタック。お3タックいいですね。いいよいいよ、なかなかいいね。はい、行きましょう。まあ久保くんが意外とタックに来てる感じはする。そしてしっかり前半で振っとかないといけないですね。振っとかないといけない。で筋力使わないといけない。でまあとりあえずあとは、あー意外と振れそうだな。振っちゃう。まあでもこの辺先振りたい感じもするけど、まあ精神を使わないといけないね。精神を使わないといけない。ここら辺取っとこう。はい、あこの辺はこの辺は取っといていいでしょう。まあ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 、スタミナ上げてもいいけどな。はい、これでいきたいと思います。いきましょう。はい、終わりました。さあさあさあ、査定的にどれぐらいいったかな。まあこれで突破力触れるんではないかな。触れないかな。うん、一部リーグかスカウトの評価がちょっと悪いね。まあ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 って感じですけど。さあ経験点は11,549。まあ前回とほとんど変わらないですね。まあでも最後の方やっぱり試合経験点が多いんで6000点も稼げております。まあこれ取ろうか、取ろうかな、さすがに取ろうかな。あバックスピン取れなかった。取れない、クロスやめよう。いやレンジ取りたいな、レンジ取りたい、レンジが取りたい。マーク外しの、まあこの辺取ろうか。精神が余ってるぞ、精神が余ってる、余ってる余ってる。さすがに奪還やめるか。そうやったら、精神が余りまくってる、余りまくってる。さあどうする。先読み取って奪還取りたいけど取れない、取れない、取れない、取れないか。ちょっと敏捷も足らなかったし、まあ根性を振って、どうしよう、どうすか。あと10上げるか。で終盤振ろう、終盤振って、まあこんなもんかな。上げれないよな、あとは。あとは上げれるものがなさそうだ、なさそうっすね。まあでも先読みやめたら、先読みやめたら、まあでも先読みやめたらどうなる。タイエーって、厳しいのか。先読みじゃなくてもタイエースでもいいのか、いいのか、いいのか。どうしようかな。なんかまだ取れる気がするんですけども、取れないか、取れないか、取れないか。根性はいらない、根性はいらない。まあこれでいきますか、これでいきましょう。さあこれで終わります。さあ査定的にどうでしょうか。金徳1個失敗して金7です。さあどうだ。 SSS は言っててほしいな。ちょっと得能少ないか。はい、 SSS、 お星乗りましたね。うん、金7でこれです。なので意外と、意外と強いかもしれない。まあうまいこと言って金8取れれば、金9か、金9取れればさらに星1個はついて半分ぐらいまでいけるのかな。まあ経験点もうちょっと踏まないといけないんですけども、結局今回も3タックしか踏んでません。4タック踏んでないのでまだまだ伸びると思います。はい、で特能的にはこんな感じで振っております。まあまだまだ取れると思うので、これからも目指していきたいと思います。そしてパワーはね、100が、
通になっちゃうかな。あとはちょっと便所をどこで稼ぐかどうかを、考えて、どんどん、振っていきたいと思います。では本日はこれで動画を終わらせていただきます。またいろいろ動画出しますのでよろしくお願いいたします。ベタでした。さようなら。